僕はですね、ぴょこたんという名前でこういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者。吉田修平さん。これあれだからでもソニーのね、SCE ワールドワイドスタジオのね、吉田修平ことヨシピーだから。ヨスプだから。ほら、僕ちゃんとクラブ任天堂ので言ってるでしょ？でもね、嫌な顔しないから。ヨスプは嫌な顔しないから、全然。しかも僕すごい嫌な質問したから。一個だけ質問していいですか？E3 中にね、岩田社長がですね、イワッターっていうのをやってね、ほら、ハッシュタグを使って E3 期間限定でね、国内からツイートしてたんですよ、イワッタータグを使って。ほら、少しスリムになった私ですけど、E3 期間中はイワッターを使ってね、いろいろ E3 の熱狂具合をね、お届けしますって。そしたらこの吉田修平さんがさ、自分はさ、現地に行くっていうところでさ、これから E3 のためロスに向かいます。とても楽しみです。で、岩田勝手に使ってんだよ、これ。ソニーの人が。だから、一個だけ質問いいですかね。なんで、周平さんは、ヨシピーは、勝手に岩田使ったんですかって、どういう気持ちで使ったんですかって聞いたの。そしたらね、すごいね、悪い顔になって、悪い顔っていうか、なんか、いたずらっ子の顔になってね、おっさんが。別にいいじゃん、ニヤニヤしながら。別にいいじゃんって言ったよ。いたずらっ子だよ、あの人は。だって、ハッシュタグってみんなのものだから、誰が使ったっていいんだよ。ニヤニヤ、にんまり、悪い顔。いやー、悪いよね。だけど、大人じゃん、もう。そうやってさ、同業他社のさ、社長が使ってるハッシュタグをさ、使ったらどうなるかとか、いろいろあるでしょ、大人なんだから。そういうのもなく。別にいいじゃん。ね。いや、いいですよね。そういうところがまあいいんですけどね。だから、なるほど、ありがとうございましたって言って、僕は、確かにそうですねって言って、ありがとうございましたって言って 帰りました。